テレポ。金融担当大臣を兼務する麻生財務大臣は、老後に2000万円の蓄えが必要だとの報告書について、金融庁は作成段階でこういう表現はいかがなものかと言えばよかったと述べ、金融庁の対応に問題があったとの認識を示しました。はい、どうぞ。本日は NHK からにもお願いいたします。中東のホルムズ海峡付近で昨日、日本の海運会社が運航するタンカーが攻撃を受けました。日本が輸入する原油の8割以上が通過するホーツの要衝で事件が起きたことについての受け止めと、事件を受けて原油価格が一時急騰しましたが、日本経済の影響等についてお考えをお願いします。ホルムズ海峡って極めて限られた狭い場所なんですけれども、前にもいわゆる戦争が起きた時、ここに行って日本を総海底送るというようなことまで起きた事件があったんですけれども、ホルムズ海峡でこういった話が起きるというのはこれよろしくない、日本にとっては非常によろしくない、望ましくないということなんだと思いますけどね。原油価格は急騰したって、今日いくらだったの？52ドルぐらいだろ。1回落ちてるから、これ影響あるかってないじゃないの。昨日は上がって今日は普通になったっていう、 NHK としては大変だと言うけど、今日はもう落ち着いてるんじゃないですか。金融庁の審議会の報告書についてなんですが、麻生大臣にくだらない考えを示されていますが、報告書の公表をきっかけにですね、国民の間には老後を支えるはずの年金に対する不安の声も聞かれます。今日午後には衆議院の財務金融委員会も予定されていますが、国民のこうした不安にどのようにお答えになっていくお考えでしょうか。また今回の問題の責任の所在についてどのようにお考えでしょうか。今報告書の話ですけど、これは報告書というもののまず定義からいきますと、審議会のワーキンググループ、簡単にはその下の作業部会の途中経過みたいなものから話が始まっているんだと思いますけれども、その作業部会の出てきた中に、いわゆる今ある年金というものは我々の資産、厚生労働省の立てておられる計画等々では年金というものは安心なものなんですといったもので、これまでもずっとやってきてるし、改正後も特にそういった形できちんとやってきてるんだという大前提があるんですが、それがあたかもそういったものは危ないのではないか、そういったものは赤字という言葉が使ってあったりなんかしてありますので、いわゆる普通の人が報告書なり新聞なりに出た話を見れば、これなんとなく赤字が危ねえじゃねえかとかいうような、公的年金のその制度自体が危ないかのごとき話は聞こえる、もしくは取られるというのは甚だ不適切な表現なんではないかというような感じがしましたんで、そういったことは現実は違いますから、そういった意味では我々としては年金のこの部会の話とはいえ、これがまだ金融制度審議会の総会で通って我々とこれ上がっていくんですけど、その上がるだいぶ前の段階ではありますけれども、こういった流れでの話のものでは私どもとしては受け取れないということを申し上げたので、別にそれだけのことです。それから私どもの金融庁の方でも、このワーキンググループの人たちと一緒に、作業部会の人たちと一緒にいろいろ作業をしている人たちがいますから、その人たちもその段階で、いやこういう表現はいかがなもんですかなというようなことをその段階で一緒に発言をしているとか調整をするとかいうところが少し抜けてたんじゃないのというところが問題なんだと私どもは思いますから、そこのところは今後我々としてはいろいろ指導してきちんとやっていかないかかなという感じがします。問題の責任の所在についてはいかがでしょうか。責任の所在、そういうくらい今そこの段階では今どこ何とも言えませんけれども、今少なくとも今なんていうの、
今後丁寧に説明していかないかんというところであって、現場でいろいろ作業してた人たちがもう少しきちんと丁寧にしてやればよかったかなというのが基本的な理解です。各社さんお願いします。テレビ朝日の松本です。今のご説明で、その年金システムにあたかも不安があるように与えたのが、まあ誤解の部分だったというふうに受け取ったんですけれども、一方で報告書が言いたかったことは、あの年金だけでは十分な生活が送れない可能性があるので、資産形成をあのやった方がいいというふうに言っているものだと私は理解しているんですが、ここの部分は大臣も正しいというふうに思われてますでしょうか。どうでしょうね。あの年金ばかしはこれはそうですね、農民年金、農林省か、いわゆる農業年金とか年金であれば3万8000円か、あれでもちゃんとやってる人もおられますし、いろいろなんで、いくらなければいくら足りなくなりますとかいうような話を、少なくとも4万の貯蓄のある人たちもない人たちも、ツッコミでまず一時で割り当てしてるわけだろう、あれ。そしてその人たちの生活がどれくらいかかってるかっても一律平均して割り高してるわけだろう。何の意味があるのかねと俺にはそう思うから、そういった意味ではあの制度の割り算の仕方自体、平均の出し方っていうのは、これだけ生活がバラバラにいろいろな人によってあるものが前提の時代に平均値を出して何の意味があるのというような感じはしますけどね。正直確かに平均値だと結局誰にも当てはまらないという結構あるかと思いますが、当てはまらない、はい、一方でやっぱり年金だけでは足りなくて資産運用すべきというあれが当てはまる方もいるのかなとも思うんですけれども、まあそれまた人によっていろいろですからね。自宅に住んでられてローンの払い終わった方もおられますし、今から退職金の話も考えないかんだろう人は言うんで、あれはサラリーマンの平均でだいたい計算して負担率が 50% を割らないようにするとか、いろんなことを計算されてきてますからね、あの話は。だからそういった意味ではそこが上がったり下がったりするし、今まではデフレで下がってた分っていうのがやっとこのところ上がってきたという部分があって、そこは20何万円が少しプラスになって 0.1 増えますとか、マクロスライドとかあの一種の話をいろいろなものが複雑に絡み合ってますから、少なくともそういったものも全部ツッコミで計算して、その上で自分で当てはめてみて、これはどれくらいとかいうの、これ個人で計算してもらうと、まあ、人によって全然違うんじゃないかね。すみません、時間がないので、すみません、もう一点だけ、はい、もう一点だけごめんなさい。あの、はい、年金のシステムの話でいうと、だいぶ過去の話になるんですが、あの大臣が総理になられる直前、2008年の時にあの高齢化であったり、労働人口の不足であったり、寿命が長くなっていることで、あの年金システム維持できるはずがないとかですね、この制度が先行き持たなくなるのは時間の問題だとか、こういうこともおっしゃってるんですけれども、この辺は、今の説明とはちょっと違うような気がした。これはあの仕組みとしてマクロスライドなんかによって今過重にならないようなシステムが今入ってきましたから、そういった意味であの頃に比べて年金は平成17年に大改正しているのもあって、今はそこらのところが随分と制度がシステムとしてはあの頃とは随分またきちんとよりきちんとしたものになっていると思いますけどね。わかりました、ありがとうございます。いいですか、ちょっと本会議が出るかなってんで、いいですか。あの朝日新聞の山口です。俺が仕切ってんじゃないんだから、あなたが仕切ってんだから、遅れた時は責任を取ってね。あの今回の朝日新聞の山口です。今回の報告書ですけども、マイク入ってないんじゃないの。下下大臣の立場でですね、受理をした上で、あのそれを生かすか生かさないかという判断もあったかと思うんですけども、あの受理をしないという政治的判断をされた理由について教えてください。少なくとも今あの段階でいろいろなお話がありましたけれども、少なくとも私どもはこの内容がテレビ朝日のおかげか朝日新聞のおかげか知りませんけれども、いろいろな全国に不安が広まったことは確かですよね。あの報告の内容に基づいての報告、まあ、もしくは報道の仕方によって、で我々はそれ打ち消しにかかったんですけれども、明けて週が明けましてもずっとそれが続いているようでしたから、私どもとしてはね、この年功的年金の話っていうのは、これは作業部会の話ですからね。作業部会っていうのはまだキャップの許可が下りてない段階の話ですわな、簡単に新聞で言えば。その段階の記事の話、我々にしてみれば
決定される前の話ですから、その決定される前の話で審議会の総会の決議を得て我々のところに上がってくるんですけど、その前の前の段階ですから、我々としてはそういったものを上げてこられても私どもとしては受け取ることはできません。上げてもらえるのを待ってればよかったではないかというから、その間はずっと不安がさらに広がることになりますよ。そちらの方を取られますかという判断なんじゃないですかね。答えのある人、ありがとうございました。